はい、どうもこんにちは、こんばんは、ひなたです。今日はですね、わあ、すっごい嬉しい。ちょっと待って、本当に嬉しい。私、ひなたゆい、念願のフリーマーケットを開催することが決定しました。イエーイ。いや、ずっとやりたいって言ってて、もう3年前ぐらいからやりたいって言ってたんだけど、なんかね、なんかいろいろ忙しくて自分一人で大丈夫かなって思ってたんですけれども、やっと開催することが決定しました。いやー、めっちゃ嬉しい。フリマももちろん嬉しいんだけど、みんなに会えるってことが本当に嬉しくて、この日を本当に楽しみにしてました。やっと報告できました。ちょっとね、フリマを行うにあたって結構インスタグラムの方でね、インスタのストーリーとかインスタライブの方でね、ファンのことね、一緒にいろいろ決めさせてもらったんですけれども、フリーマーケットの、ね、詳細をこちらでね、発表させていただきたいと思います。はい、ということで今回ですね、フリーマーケットだけじゃなくって、撮影会というかチェキ会も一緒にね、やろうかなと思っておりまして、日にちがですね、10月の5日土曜日になります。と、時間がですね、フリーマーケットが15時から16時半、そこから10分休憩をいただいて、16時40分から18時でチェキ会を行いたいと思います。場所がですね、こちらの住所になっております。最寄りがですね、初台駅なんですけれども、初台駅からだったら徒歩で8分で、新宿駅からも来れるんですけども、新宿駅からだと歩いて、14分のところになります。で、今回はですね、入場料が500円になります。で、そのね、500円のところに来ていただけたらですね、オリジナルステッカーをね、作ろうかなと思っておりますので、受付で500円払ってくれた方、オリジナルステッカーをね、プレゼントさせていただこうかなって思っております。こんな感じですね。概要的には日時場所がこんな感じでございます。実際に私が着てたお洋服だったりとか、動画で紹介したお洋服だったりとか、コーディネートで紹介したお洋服だったりとか、インスタグラムにね、コーディネートとして投稿させていただいたお洋服を出品しようかなって思っております。ね、ちょっとね、まだね、選別できてないので、大体決まったらこういうもの出品しますよみたいなね、動画をね、ちょっと短いかもしれないんですけどもね、出そうかなって思っておりますので、そのね、動画を見て、あ、これも出るんだ、その動画を見て買いたいなって思ったら、ぜひね、足を運んでいただけたら嬉しいです。で、それだけじゃなくてですね、私結構グレールのハッピーバッグ好きじゃないですか。で、それでなんか日向のセレクトハッピーバッグみたいなのをね、出したいなと思ってて、ね、グレールのハッピーバッグってさ、1999年で5点セットじゃないですか。その日向バージョンを作ろうかなって思います。今のところちょっと考えてるのが3点でいくらっていうのをちょっとね、まだね、値段設定がちょっとできてないんですけれども、日向ゆいのセレクトハッピーバッグみたいなのを、限定5個作ろうかなって思っておりますので、楽しみにしててください。まあちょっとざっくり説明させていただきますね。フリーマーケットの内容、下のね、概要欄とかにも載せてると思うんですけれども、フリーマーケットがですね、15時からということで、14時50分から整列可能となっております。係の方がいるので、係の方の指示に従って、近隣の方の迷惑にならないように列並んでいただけたらと思います。で、フリーマーケットはですね、なくなり次第終了させていただきます。例えばその15時から16時の間で商品がなくなっちゃったってなったら、一旦そこでお客さんはちょっと出ていただいて、そっから、16時40分からまたね、チェキ会が始まるっていう感じになります。ですね、で、購入はですね、1人2から3点までとさせていただきます。あまりにもそのたくさん買っちゃうとさ、1人の方がたくさん買っちゃうと欲しいのに買えないって子が出てきちゃうので、1人2点から3点まででよろしくお願いします。で、お支払いは現金のみになりますので、現金皆さん持ってきていただけると嬉しいです。あとね、マイバッグのご持参もお願いします。紙袋を用意することはできるんですけども、1枚ね、10円かかってしまうので、ちょっと10円だるいなってなった場合は、よかったらっていうか、マイバッグ持参よろしくお願いします。で、あくまでも私が着てたものを出品するって感じなので、ちょっと汚れてたりとかするものはあんまり出品しないんですけども、ちょっと首元よれてたりとか、ちょっとほつれちゃってるよってところもあるので、そこもね、了承の上で購入いただけると嬉しいです。購入いただいた場合はもう返品不可とさせていただきますので、そこもね、ちょっとご了承いただけると嬉しいです。冬物夏物問わず出品する予定ですので、まだ10月暑いかな、わかんない、夏物も出品するし、冬物のコートとかもね、出品する予定ですので、ほんと盛りだくさんのフリーマーケットにさせていただこうかなって思っております。はい、とここまでがフリーマーケットの概要でございました。次ですね、チェキ会の概要もね、ちょっと説明させていただこうと思います。私の
X をフォローしていただいている方なら一度は見たことあるかなと思うんですけども、チェキのレギュレーションがあるんですけども、こんな感じでございます。サインなしのチェキが1000円、ツーショット写メソロでもいいけど写メが1000円、サインありチェキが1500円になっております。でこれね、全部トーク1分付きなので、まあそんな感じのレギュレーションになっておりますので、ぜひね、リーマーケットはいけないけどチェキ会はいけるみたいなね、そういう方ぜひおりましたらたくさん待ってます。で、さっき言わせちゃったんですけども、フリマ自体はですね、私がね接客させていただいて、別のスタッフの方がお会計っていう感じで、そこでもお話はできるんですけども、たくさんの方にね接客させていただきたいので、ちょっと時間は短い感じで限られちゃうんですけれども、フリーマーケットは私が接客っていうのかな、ショップ店員さんみたいな感じでやらせていただきたいと思っております。チェキ会に関してはそんな感じですかね。でちょっと一個お願いがあるんですけど、チェキフィルム私めちゃくちゃ最近集めてるんですけど、もうね1日1箱買えればいい、ネットで買えればいいぐらいの、チェキフィルム本当に売ってないんですよ。だからよかったらチェキ会とか、フリーマーケット来てくれる方、チェキフィルムを買ってきていただけると嬉しいです。領収書をいただけたら、その分ねチェキフィルム代をね、お返しさせていただくので、よかったらご協力いただけると嬉しいです。お願いします、お願いします。まああとチェキフィルムがなくなり次第チェキ会は終了みたいな感じでもなるので、写メでね、写メ撮っていただけたら彼女で交流できるかなって思ってるんですけれども、まあそんな感じでちょっとご協力いただけると嬉しいです。でですね、入場料なんですけれども、フリーマーケットに来てくれた方500円で1回お客さん出しをして、チェキ会に入場される方でもまた500円をいただくっていう感じになりますね。なのでフリーマーケットだけに参加する方は500円だけど OK で、チェキ会だけ参加する方はまた500円で、両方とも参加するって方はちょっと1000円、合計1000円ねかかっちゃうんですけれども、フリーマーケットでしか手に入らないステッカーと、チェキ会だけでしか手に入らないステッカー、この2種類をね用意しておりますので、よかったら来てくれると嬉しいです。そんな感じです。当日はねスタッフの方がいるので、スタッフの方の指示に従って移動とかねしていただきたく思っております。まあちょっと本当に初めてのことなので、本当すっごいドキドキ、詰めなきゃいけないことだったりとか、もうお洋服も選定から始めなきゃいけないし、ステッカーもね作らなきゃいけないしっていうことで、本当にねたくさんね、たくさんね準備することとかあると思うんですけれども、自分がね、自分が準備することがあるかなって思うんですけれども、みんなにね来てよかったってね思ってもらえるような会にできたらなって思いますので、ぜひとも楽しみにしていただけたら嬉しいです。みんな来てくれると嬉しいです。なんかね、フリーマーケットとかチェキ会に関して質問ありましたらコメント欄にいただけたらね、私がコメントを返していこうかなと思いますので、質問ありましたらコメント欄でお願いします。でですね、当日の売れ行きとか、先にフリーマーケットが完売しちゃったよっていう、そういう報告とか、インスタのストーリーとか X でね私更新していこうと思いますので、その X とインスタグラム先にフォローしていただけると嬉しいです。で大体の来場される方の平均というか、大体ね来てくれる方の人数を知りたいので、行けるよって方もコメントでね書いていただけると嬉しいです。はい、ということで、そんな感じでフリーマーケットとチェキ会するようでございました。ぜひよかったら、本当に本当に私みんなに会える日を楽しみにしておりますので、全力でね頑張っていきたいと思いますので、10月の5日来ていただけると嬉しいです。はい、ということで以上今日の動画でございました。たくさんお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。